はい、ドライビングラジオフューチャー始まりました。7月18日の18日、第3木曜日ということで始まりましたがね、もう今週、はい、あ、来週か、うん、パリオリンピックいよいよですスタートだもんね、はい、まあ生だからこう話しちゃうんだけど、そうですね、ヨーロッパだからまたあの時間帯がね、そう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 、大変なんですけど、めちゃくちゃ楽しみ、うん、7日土曜日、はい、開会式だって、いよいよ日本時間で午前の2時半だって、はい、どうする、起きたらいる、起きるでしょ、そうだよね、わざわざ起きようかな、ね、うん、そう見たいですよね、見たいよ、今回フランスのパリなんで、行きたかった、いやー、セーヌ川で泳ぐんですよ、ね、え、親戚いるんでしょ、行けばいいじゃん、そうなんです、実はね、白雪が親戚にパリにいるんですよ、そうなんですよ、実は、はい、ご縁がありましてですね、俺行きたいよ本当、いやー、もうエッフェル塔の前でさ、いろいろ走ったり、うん、ね、すごいと思いますよ、凱旋門使ったり、すごいよね、だって開会式セーヌ川で開会式でしょ、そうですよ、そうですよ、なんか昨日市長が女性のね、泳いでるシーンがありましたけども、うん、ね、ここも楽しみでございますよ、まあ楽しみですわね、はい、ちょっとね、本当ね、はい、そう、いっぱい人が来た、そう、なんか今日人がね、うん、ありがとうございます、人がすごいね、はい、ありがたいですね、もうね、100人ぐらい集まってる、うん、すごいね、ありがとうございます、たくさんゲストがいらっしゃるんで今日は楽しみでございますが、ね、楽しいですね、なんか、はい、真夏の生放送って感じでよくないですか、はい、しますが、まあそういうわけでこの番組ですね、毎回素敵なゲストをお迎えしてですね、お送りしておりますけども、はい、まあ車、モータースポーツ、エンターテインメント、まあ、子育てとかね、まあ、そういったもトレンドカルチャー含めていろいろ発信していきたいなと思っておりますこの夕方でございますが、はい、まあそういうわけでワッスルバサと私とね、篠崎ゆきが、はい、お送りしております、よろしくお願いします。さてこの番組は FM サルース84.1MHz 東急田園都市線多摩プラザ駅隣接の多摩プラザテラスにある FM サルースイツコムスタジオから毎月第3木曜日17時半から18時半生放送でお送りしております。はい、また、スマホとパソコンからもお聞きになることが可能で す。オンタイムで今聞けます、お願いします。アプリの FM プラプラサイマルラジオにアクセルしてください。はい、FM サルースのサイトからもアクセスしていただくと簡単です。簡単です。さらに今 YouTube なんと生配信です。そうです、生配信中ね、はい、これ、ね、映ってます、はい、ぜひご覧になってください、でコメントもお待ちしております。なのでよろしくお願いします。そしてスタジオの前にはたくさんのお客様来ていただいております。本当だよね、ありがとう、ね、すごいね、パリピな、パリピな男子がいっぱいお前ら誰だみたいな感じで、ありがとうございます。今日あの多摩プラザテラスいっぱいキッチンカーが出てて、目の前かき氷屋さんだし、そうびっくりしちゃったやつって、今日あのキッチンカーね、あのやっていただいて、生ビール来た来た、ビールもう後で楽しみだね、もう行っちゃうよ、ちょっとお店のね、あの方にも来ていただくので、ちょっとねご紹介いただきたいなと思っておりますが、まあそして今日ですね、はい、もう SNS とかでも皆さん告知しておりますが、世界を揺るがす、世間を揺るがすダンサー3名が今日は来てもらうということでね、うん、すごいよ、すごいよね、何がすごいか、何がすごいの、健三、増田、すぐる、小生、北村、この3人は結構いわくつき、もう健三、増田はさすごいお父さんだし、お父さんがすごい人だしすぐるくんももう楽しみだよ、もう TikTok20 万人近くいるからさ、そうなのよ、すごいよ、めちゃくちゃ、すぐるくんトークに期待、そして小生、北村くん、ね、ここもまたお父さん、俺なんかもう日じゃないよ、有名人、有名人、あの北村和樹さんの息子さんですからね、俺なんか日じゃないじゃんってマッスルマッスルの息子ですったって誰も、第二世代来ておりますよ、この3人です。 俺も今日パパ友になろうかと思って、ね、北村和樹さんとはい、うん、そしてあの間にもう一方ゲストが、はい、はい、いらっしゃいます。そういうことでですね、うん、このビアテラス、はい、なんだっけ、キャンプビアテラス、うん、いや後でそのそで、ね、プロデュースしてる、はい、記事が出展してます、山野高夫さん、そうです、はい、ここもね伝説の山野なんで、はいはい、友達なんだったね、あ、そうです、幼馴染ですね、本当に、まあ、そう、はい、それだけですね、はい、盛りだくさんで、はい、今日もお送りしていきたいなと思っておりますが、はい、このゲスト3人と、はい、あの山野、あの、はい、山野くんなんですけど、ぜひ質問ある方はどんどんコメントを送っていただければ、あ、もうそうそうそう、 YouTube からでも構わないですからね、はい、お願いします、さあそんなわけで早口でいきましたけども、うん、まあ1曲目いきましょうかね、はい、1曲目はですね、以前もゲスト出てくれたかほりちゃんが新曲を出すってことで、はい、リリースし、8月8日、トラックメイクが DJ 勝也、リリック
J クラウンということですね。まあ配信も、全配信可能ということで、はい、まあ海外からも聞けますみたいな感じで行きましょう。カホリでパーティーナイト。ドライビング the radio future。 さあそれではゲストトーク前半でございます。さあ17時38分回りましたと、いうことですね。はい、こちらタマプラザのですね、うん、FM サルスイツコムスタジオから生放送でお送りしております。よろしくお願いします。イエーイ。いやー、もういつにないこのクソがつくほどのわちゃわちゃ感。イエーイ、どうも。ねえ、というわけで、はい、ねえ、行きましょう。念願かなったよ、しげゆきみたいな。そうだよ、もう私は親子共演と思ってたから、もう絶対に健三さんとダンスやろうと思ってたの。そうなの。ほとんどしのゆきの差し金ですけどね。そして3人揃っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、まあ、そういうわけで、はい、自己紹介からいきましょう、はい、ゲストトーク前半でございますってことで、はい、さあまずは私の隣から、そうですね、はい、行きましょう。ここにお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、マッスル、あ、ね、すごいちゃんとかぶせてくるじゃん。バカ野郎、ラジオラジオ隣からって言われる。いい、はい、いい、大丈夫、はい、よ、はい、マッスル増田の実の息子健三です。よろしくお願いします。実のがつく、実の息子です。はい、長男でございます。ご職業は、あ、ダンサーをしております。プロのダンサーをとして活動しております。なんか髪の毛がメガネ曇ってきちゃった。熱くなっちゃった。熱くな事業参観みたいな。すごい、メガネ髪の毛似てるかね。似てる、似てるかな、似てる、でも似てるって言われるけどね。え、そっくりでしょ。そっくり、改めて見ると似てる。え、めっちゃ似てるよね。なんかあの目とか、
ね、そう、目とか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 、あと口元、親子に間違われるんちゃう、親子、親子なんだよ、親子、親子か、はい、じゃあそして、はい、はい、自称マッスル増田の2人目の子供、すぐるです、お願いします。もう第二の息子というかも過言ではないです、まあ、みんなどっちかというとダンサーやってるバラエティー班だよ、ね、ダンサー、ね、はいはい、僕もダンサーやってます。ダンサーです、ダンサー、ダンサーが来ましたよ。みんなダンサー、はい、みんなダンサー、今のところまだダンサーでまだね、さあ次、次がどうか分かんないけど、次が次、次ダンサーじゃないかもしれないけど、はい、3人目ということで、ね、行きましょう、はい、はい、マッスル増田の3人目の子供マジか、はい、そうだ、ね、じゃあ俺お父さんと親戚になってすごいよ、3人目の息子になりましたね、はい、小生北村と言います。いや、これですよ、北村さん、なんかみんな金かかりそうだよね、だけどね、金かかるよ、金かかる、食べて食べてしょうがない、食べるから食べて食べて、ダンサー、僕もダンサーです、はい、というダンサーつながりの3人が本日はゲストでございます。翔生くんはね、篠行きんとこだよ、ね、はい、先生やったもんね、タレント事務所でタレントを育成していただいております。スーパーダンサー、スーパーダンサー、なんかこれ、これ流行ってるの、やめてください、さっき大サーの間でね、まずは順番にお話を伺っていきたいと思いますが、さあそういうわけですね、紹介で終わっちゃいそうだけど、全員喋っちゃう、さあ今日はですね、3人の息子たちをお招きしましてですね、なんでそんなに大きな息子さんがいらっしゃるんですね、マッスルマッスル、まあみんな一応まあみんな旅立ったって言ったら変だけど、みんな一人立ちして自立してるんだよ、まあそんな金はもうかからないですね、はい、金はかからないですけどね、もう立派に稼いでますから3人とも、さあというかまあそういうわけで、はい、まあ皆さん気になるところはこの人たちは、うん、まあ、プロのなればなる前っていうかどっからね、うん、あ、ダンサーですか、ね、そう、ダンサーとして、ね、職業はダンサー、ダンサーなんだけど、ね、何がきっかけで始めたのかってさ、ダンサー、そうそう、何人とも違うかも、まずは健三君、僕はもう最初ちっちゃい頃に体操教室行ってたんですよ、うんうん、でそこの体操教室でキッズダンスレッスンが始まるからちょっと受けてみないって言われたらしくて、当時5歳、うんうん、全然覚えてない、幼稚園の、そう、やるって言ったらしくて、全然覚えてなくて、聞いてる、あ、聞いてる、踊ってても踊ってるんだけど、いいよいいよ、職業ダンサーだからしょうがない、見えないけど覚えてない、踊ってるよ、俺ら以外音聞こえない、短めにね、で始めたっていう経緯らしくて、そうなんだっけ、もうなんかでもなんかちっちゃい頃から僕も踊ってたらしくて、そのテレビ見たりとか音楽かかると踊るみたいな、うんうん、マイケル・ジャクソン英才教育したからね、うん、すごい、パパ2歳とか3歳ぐらいでもう車の中でビーレービーレーって歌ってたんだよ、ずっとずっとっていう、ね、じゃあもうムーンウォーク、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 できる、わーすごい、お手のもので、お手のもので、後で、後でここでやってるんだね、見えねえ、足元、足元一番見えないけど、あそこの芝生の そこでやろうか、後でね、カメラこっち回さなきゃダメ、でも体操よりもやっぱりダンスにハマった、ダンスハマったかも、最初嫌いだったんですけどね、なるほど、本当は友達いなくて、当時は、当時はね、ダンスね、俺らがちっちゃい頃は、あんまりダンスはなんか男の子がやるものじゃないみたいな風潮がなんとなくあって、ちょっと隠してたし、で、お姉ちゃんみたいな人しかないから、友達じゃなくて、したらなんかね、友達が。可愛がられてた。そう、らしい。羨ましい。したらなんか同い年の男の子が入ってきて、そこからダンス大好きになって、どん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 のめり込んで、はい、次です。ね、足りなくなっちゃうから。送迎は父ちゃんがやってくれた。そうそうそう、送迎父ちゃん。父ちゃんとおじいちゃん。え、父ちゃんのレッスン場まで入ってきてめっちゃ先生と喋ってそう。そう今父ちゃんもやってたからね。俺もだから俺同じ先生に習ってたから。そうなんだ。師匠師匠一緒みたいな。父ちゃんも親子で習ってたの。やってたやってた。だからほらクラスは違うけどもちろんね。そうなんですよ。見えないけど父ちゃんすごい汗かいてるの。もう違うんだよ。暑いんだよ本当に。俺毎回なんで。毎回なんで。息子今日は緊張してんだよ。緊張してるのかな。意外とどうしようどうしよう。暑いんだよ本当。毎回汗かいてるんだ俺。どこでも俺だけだもん。そうなんですよ。ちょっと汗拭きます。だからね。そうだからもう26年目ぐらいになりますかね、ダンス歴で言うと。やっぱり好きだった。うん、もう大でもダンス大好きで。やめようと思ったことは一回もない。小学校はずっとやめようと思ってたんですけど、でも1年に1回ある発表会が大好きで、うんうんうん、多分そのちっちゃい頃からステージに立つのめっちゃ好きだったんですよきっと。なるほどね。
それでずっと続けてました、なんだかんだで。やめるやめるってたけど。やっぱそこはパパの父ちゃんのさ、あの、血ついてるかもね。出たいっていう、出たいっていう、ね。すごい、すごい。もう行こう、行こう、行こう。はい、行こう、行こう。大丈夫、また後で。5歳からね。そして、すぐりくんの登場です。はい、すぐりです。僕はですね、やっぱね、隣にいるケンゾーくんを見て、ダンサーになろうかなって。言うのは嘘で、嘘かい。僕はちっちゃい頃モノマネとかやってる番組があって、それを見て、うん、コロッケさんを見て、うん、顔芸をすぐそのままできたって言って、うん、母親に見せたのがきっかけで、うん、あ、この子はこっちの路線やって思われたっぽくて、うんうんうん、無理やり。それモノマネとダンスはどこに？なんかもう見ただけで覚えるっていう、そのなんかダンス番組を見てすぐ覚えて踊ってたっていうのを親が見て、あ、この子はもうそっちなんやっていう、すぐ路線を変更したらしくて、だから野球とかそのやらせてもらったんですけど、うん、続かないで、はいはい、だけどそう何かをやろうとするっていう、パフォーマンスをするっていうのを、うんうん、が常にあった感じだったらしくて、ーーなの、ね、だからそこから、はい、あ、この子はもうこれだってなって、もうでも僕も本当に一緒ですごい嫌だったんですよ。ライブやってるのマジ？何歳の時ですか？これは9歳かな、始めたの。9歳、そう、9歳の時にもう無理やり、もうマジかよ。でもさ、そこでママですか、気がついたの？ママです。あ、ママね、ママが気がつくか気がつかないか結構なポイントだと思う、うん、そこって今のこう教育とか親御さんとかにお伝えしたいですね。そうですね。見過ごしちゃう方もいるから、すごい、そう、あのキッズタレントもそうです。やっぱこの子いけると思う親御さんはすぐ行きます。見抜く力というかね。そうなの、子供よく見るっていうのは確かに。ということで、じゃあコロッケのコロッケさんのモノマネ上手ね。まあだけど、まあ行ってみよう行ってみよう行ってみよう。そうですね。まずなんかあの行く顔芸。好きなのって言ったらあれかもしれないですけど、うん、まあ一番難しいのが森進一さんなんですよね。行ってみよう。あのコロッケさんがする森進一さんのモノマネです。あの、あ、そういうことね。まあ説明しながらすると、このまずこの眉毛なんですね。でちょっと目を細めて、ね、クッて口を入れるだけで、はい、1カメ1カメ、はいはい、これなんですよ。これが一番難しいと言われてる顔芸で、そう、ね、できねえ難しいんですよね。この眉毛が3、4歳ぐらいからスッとできちゃったらしくて、でもう、ね、まあだからテレビ見て、見てって言ったのが、そう、できたって言ったのがきっかけらしくて、そんな、どうも森進一です。森進一です。サマプラザの森進一です。サマプラザの森進一。なるほどね。そう、それがきっかけで、そういうダンスの方に入ったっていうのがきっかけです。僕は。それからダンス全然関係ない。いもうでもね、すごい9歳から。模写、模写するっていう、ね。そう、模写、模写がこう人が踊ってる。エンターテインメントの世代ですからね。キャッチアップするっていうのが大事ですから。お肌のお手入れもすごいしてるよね。それがしてないんですよ。めっちゃ綺麗じゃん。すごい綺麗でしょ。だってね、爪見てよ、爪。そうね、もうサイコロ綺麗なんだけど、もサイコロで。本当何もしてないんだって、皆さん。何もしてないのがもしかしたら一番いいのかもしれない。そうだね、俺みたいな。自然体で。本当にすごい。誰も聞いてない。なちゃんと聞いてましたよ。第二の息子すぐるでした。さすが第三の息子だね。からね。そして、小生北村。北村です。僕が多分一番ダンス始めたの遅い大学からなんで、本当、うんうん、もう大学からです、ね、それまで結構いるよけど、そういう人 ね、 そうですね。で最初それまで運動してなくて、うん、趣味特技が全くなくて、うん、一番最初に始めてかっこいいなと思ったのが、うん、ダンサークル見てかっこいいなと思った。大学、そうなんだ、大学かっこいいなって思った、始めた、ね、かっこいいな。18歳、19になるんですよね。ある意味だから18歳からやってもダンス、うん、そうです、何歳からやってもなれる、なれる、ダンスは誰でも踊れますから、うん、みんなできます、ね、ただ本当に最初体使ったことないんで、うん、全く動かし方分かんなくて、あのもう足の筋肉がもうおじいちゃんおばあちゃんみたいに落ちてたんで、もともと運動してないから、それまでは どんな高校生だったの？あ、もうずっと帰宅部と、あのアニメオタクです、アニメオタクだった、アニメオタク、土日に秋葉原にいた人間です。すごい、本当にオタクだ、うん、うちの弟と会いそうだな、うん、確かに弟がいましたね。弟ね、第四第四の息子になるから家族トークで、一番下、一番下、一番下、秋葉原にいた少年が
ダンスに出会った。ダンスに出会いましたね。ダンスに出会って、キラキラしちゃって。そこからハマって。まあやっぱあれだな。あのエンターテインメントの DNA を受け継いでるんじゃないか、やっぱそれ。やっぱり。なんかそういうのってあるんだな。お父さんからは何て言われました、うん、ダンスの道に行くって言ったの北村和樹さんには。もう最初もうあの普通にいいんじゃないって感じで言ってたんですけど、うんうん、まあでも未だに言われるのはあの、うん、まあお前が男性仕事できるようになるとは思わなかったって、ね、最初はまさかなるほど、ね、ダンスを仕事にするとはね、うん、で気づいたらこいつツアーとかどんなんかいろいろやってるやん、やってるじゃん、うん、すごいよね。俺と同じようなことしてるやないかいってね、仲間や。本当ですよね、ね、今度実際にお父さんに聞いてみたいよ ね、お父さんに会いたすぎて、俺めっちゃファンだもん本当。そうですよね、北村和樹さんの、ね、いろんなの見てる。今では一緒に踊ってくれるから ね、うん、ね、TikTok とか一緒に TikTok で一回やって、うん、あのテイク2です、あれはテイク2で、2日目、2日お父さん頑張って、はい、めっちゃトワイス大好きなんだよね。あのそうですね、あそうなんだ。一緒にライブ行ってんだよね。あの今度トワイスのライブも行くの。すごいね、一緒に行って踊ってくれるんでしょ。踊ってね、ノリノリだもんね、ノリのいいパパだもんね、すごいね。という3人ですけど、昨日誕生日だったんだよねお父さん。そうですそうです。お父さんの話ばっか。北村和樹さんお誕生日おめでとうございましたことで。本当だよ、やっぱ似てるよね顔。最近どんどんね似てきたなって思うよ。ちょっと前よりね似てきた、うん。めちゃくちゃ似てきた。最近演技の道もちょっと興味あるんでしょ。うん、お。いや、いやそのうちドラマとかで親子共演あるんじゃない？いや、スグル君も健太君もいけそうだよ。僕大好きです。舞台、二人とも舞台、ね、舞台もやってる演技とか好きなんです。うん、やっぱり、ね。俺もいけないかな。いけるいけるいけます。行きましょう。お父ちゃんめっちゃ入ってくるから。お父ちゃんそう。お父ちゃん入ってくるって。入ってくるって一応俺進行係だからね、この。これ一応ナビゲーターなんだけど。いや俺ほとんどもう最近いつもさ、はい、外野で聞いてる感じだよね。あんま喋るな。喋るな。入りたい時に入ってくる。喋るとすると感じが見たい。という3人でございますけども、はい、まあ歴はだから長い方もいるし、うん、そうでない方もいるけど、うんね、みんなもプロとして活躍し始めたのは何歳から？それ僕、うん、でも初めてお金をいただいて仕事をダンスでしたのは高校3年生ぐらいだったんですかね。すごい。MV に AKB の MV かななんか出て、で一番ちゃんとこうなったのが大学3年生の時に SMAP のあのツアーダンサーにオーディション受かってなったのが最初ですね、ドームツアーに。それがなんか一番大きなお仕事みたいな。それ大学生の、ね、大学生ぐらいですね。もうじゃあそこからもう その辺ぐらいとかもう大きいのでやってましたね、うん、踊ったらお金になるっていうのがプロだからね、うん、やっぱりそこが始めたばかりの時もね、高3じゃまだ始めてないよね。確かにすごい。もうそこでも俺まだ秋葉原にいる。秋葉原の時にダンスで仕事してる。そう、電気が今で、ね、そうとも一番最初で言うとそうかもしれないです。すごいね、スグル君は。僕そのなんか、でも僕気づいたらかな、なんか意識してなくて、そのお金をもらうという感覚より楽しんで勝手に自分で楽しんでたら気づいたらなんかこのプロみたいな扱いになってたから、大物ってこう言うんだよね、だいたいこう言うよね、気がついたらできてたみたいな。俺もそう、俺もそうだよ、俺もそう。なんかムカつくよね。そう気づいたらね、オーディションを受けてしまうのね。レッスン費だってすごいかかってるじゃない。そういうこと言いたいの。でも僕、ね、高校が専門学校で卒業してから一回もレッスン行ったことないんですよ。へー、あ、そう。その YouTube とかどそうなの。え、そうだよ。YouTube だから健三くんとかのレッスンもあるとか知ってたけど、うん、行けなかったんですよ。怖くて。怖くて。初めてが。あ、そういう立場だったの？なんか。そう、やっぱ怖いんですよ。そうなの？本当？いや、なんか。それって親父に、まあ、みたいな。いや、なんか、先輩っていう感じもあったし、うん、そういうきっかけじゃなくて、普通になんか、こう、もう本当たまたまね、この、集められた時に一緒になったっていう感覚やったから。ね、チームとか一緒にやる時に一緒になって、もうずっとでも言ってくれてるもん。そうだから、もう僕はもうずっと健三くんを尊敬リスペクトしてるしっていうので、そう
息子がリスペクトされておりますよ。兄貴そのさらに父ちゃんですよ。そうほんまにすごいね、リスペクトのリスペクトだ。もう神様すごいじゃん。別にそこはどうでもいいからそこ入ってこないから、その結果みんな息子になる。その結果ね、その結果みんな息子パパってね、スグレの方がパパって、これから養ってもらわないと。あと1分あるよ。でもそこからプロになる。プロスグレ君まで行こう。それから多分本当に、でもこうお仕事として、お仕事としてって言ったらあれかもしれないけど、うん、まあでも20歳とか21ぐらいからこう、うん、ダンサーとしてこうやってみたいな感じ、それをやりアウトプットしながらインプットするっていう状態が続いてたから、常に学ぶ姿勢を忘れたくないんで、うん、常にそういろんな環境で、うん、こう、あ、これも学びや、これも学びやって思いながら、うん、でやってただけで、気づいたら、ね、そう本当に気づいたら、なんかスグルさんはすごいプロみたいな扱いになってるから、そうか、気づいたらダンサー、ちょっともどかしいんだよね、やっぱり、いや、まあ、プロですよね。気持ちは変わってないから、ただやりたいことをやってるだけなのに。さあ、そろそろ来ていただいたんで、はい、路線案内です。路線案内、それでは行きましょう。はい、ここで東急田園都市線路線案内です。ゲストとご飯は18時から。はい、またよろしくします。4分待ってね。
さあ、それでドエミジャーレディオフューチャー後半でございますが、マッスル増田と篠崎ゆきが大丈夫ですか、あのスマホのライブが忙しくてみんなさ始まってんだけど、まあ、こういうノリですね、いつもね、はい、よろしくお願いします。さあ、それでですね、後半ですが、はい、今回後半の前に、うん、また素敵なゲストが、はい、六本木を牛耳ってると言っても過言ではない。はい、今日はですね、うん、そう、あのね、多摩プラザで、うん、キャンピングビアテラスっていうのを今開催しておりまして、はい、それを仕込んでる。そうなんです。仕込んでる。仕込んでる。もっと、もっと仕込みをやってる。プロデューサーだ。そう。イベントプロデューサー。まあ僕も一応いろいろイベントやってるんですけど、はい、まあこの人もあと六本木とかいろいろベルファーレとか前ね、いろいろ。伝説のプロデューサーですから、もうずっと昔から仕込みやってる。そうです、仕込み、仕込み、そう、朝から仕込み、そう、はい、山野高尾さん来てもらいました。はい、高尾です。どうもよろしくお願いしまっする。よろしくお願いします。最近ラードのマッスルみたいな、はい、最近行きましょう行きましょう行きましょう。さあ、そうですね。さあ、そのね、キャンピングビアテラスを、はい、やられてるということですが、はい、一体どんな今回イベントなんですか。はい、うん、なんと駅前でですね、キャンプ気分を楽しめる、うん、はい、はい、キャンピングビアテラスを、2ヶ月間も開催しております。はい、7月8月7月8月、いつからでしたか。はい、7月1日から8月31日まで。もう始まってる、もういける。毎日絶賛営業中でございます。なんとタイムリーなんでしょう。そうなん、はい、駅前でビアキャンプ、うん、すごい、ね、朝日スーパードライプレゼンツでございます。あ、そうなんだ。はい、スーパードライ大好き。いろいろ考える ね、はい、ね、おかげさまで、はい、おかげさまで、ね、山の高尾、やべえ、皆さん見てますか。はい、もう本当にあの20代の頃から知ってるんですけど、うん、私もこれがたまたまたまプラザで、もう幼馴染になって、はい、めっちゃイケメンで本当にもう有名人なんだよ。うん、そう、もう六本木でもう六本木のタッキーって言ったら山野高尾。うわ、いや、有名だったのはこの人です。高尾のタッキー。違います。有名だったのはこの島由紀さん。一番ブイブイ言わせたでしょ。一緒にブイブイ言ってた、めっちゃ楽しかったよね。もうトップレースクイーンですよ。どこまで行ってるのか分かりませんけど、ね、いやいやいや、もうお店の話をしましょう。 今やね、はい、いやいやいや、今や事務所のブイブイ言わせた。お店の名前は錯綜しますか。キャンピングビアテラス。もう一回言わせてもらったら全部やってんの。はい、全部、はい、あのですね、毎日あのキッチンカーを、はい、4、5台ぐらい、あ、うんうん、あのいろいろ毎日日替わりで来ていただいてまして、はい、日替わりなんだ。日替わりなんです。え、ここのかき氷も。かき氷はね、あのこちらのあ、じゃない、またごめんごめん。そうけど、いきなりかき氷屋さん出現してたからね、びっくりしたからね。これもやったのかと思ったけど違うんだね。はい、日替わりで今日はじゃあ今日はあの、うん、今日はあのバーベキューメニュー、あ、バーベキュー、シュラスコとかですね。行こう行こう。お肉も牛豚鶏から、はい、麺類だったりドッグだったり、最高じゃないですか。はい、ね、今日みんなでわっと行きましょう。ね、外の皆さん、この暑い中外でまた食べたり飲んだりする、うん、またビールとかが最高だったりもするもんね。俺今日汗かいてる時にバスタオル持ってきたから、うん、いいわ。バスタオル持って汗拭こうかと思って。あの毎日違うキッチンカー、はい、毎日違うキッチンカー出ます。あのおばんざいだったり、はい、あのタコスナチョスだったり、うん、ラーメン屋さんなんかも出たりしますね。あとはインド料理でカレー屋さんとかですね。へー、はい、でそれを全部牛耳ってんだ。牛耳ってるって言ったらあのおかしいですけど、あのシフト調整してるだけです。一番大変なの、ね、キッチンカーさんも忙しいんで。いや、そろそろもう繁忙期、繁忙期まで、はい、平日は17時から21時、うん、土日祝日は11時から21時までやっております。日曜日なんか DJ 入ってね。そうなんです。日曜祝日はあの DJ さんをお呼びしてですね、ダンスクラシックから R&B からレゲエからヒップホップからなるほど、ちょっとアゲアゲな曲も、あのリクエストあの大歓迎でございますので。今日はいないんだね。今日は、マッスルさんに MC をお願いしようかな。俺MC ですか。いきなり振ってくるな。はい、え、じゃあもうパーティーパリピ系もあり、ありです、ありです。あのご家族で、ね、みんなね、うん、盛り上がってもらってますよ。おー、いいですね。今あのタマプラザ本当にご家族連れもめちゃくちゃ多いから、ね、意外とそうな、いや、まだ始まったばっかりなんで、え、今日は宣伝に来させていただきました。意外と僕の友人も近隣に住んでる方が多くて、あ、そう、本当に多いと思う、はい、来たんだけどって言って、うん、あの私も六本木から駆けつけてます。ね、はい、やっぱ六本木から来ちゃうんだ。六本木の中心で普段は酒飲んでるだけですから。いやいやいや、普段は山野くん、高尾はいる、はい、いる？
あ、もちろんですよ。うん、来たりもするね、はい。バリバリやってますよ。うちのスタッフもね。あ、今日はもう酒屋さんもメーカーさんも来ていただきました。夏だ。はいはいはい。急にな。夏だね、夏だね、なんか今日は。21時までいらっしゃる。21時まで。はい。飲みまくってください。はい。出てますよ。今日は山の高尾の終わりだった。請求書は篠崎ゆきに回します。もう大御所にみんな任せましょうということで、もうちょっとあっという間に5分経ってしまいましたが、はい、まあ後で本当に行きますんで、ぜひぜひぜひ、あの飲めない方も、え、朝日スーパードライゼロっていうのがありまして、飲めない方も車の方も僕しっかり氷で冷やして飲んでくださいお前ら何なんだよ本当に。東京の放送何マスさん内緒ですけど、はい、テキーラもあります。あとシャンパンもあります。俺ね、風邪中枢炎になっちゃって。本日は21時まで、そして期間は8月31日から21日まで。はい、2ヶ月やっております。なので、ぜひ皆さんお越しください。どうぞよろしくお願いします。店の方々もイケメンいっぱい、はい、スタッフもイケメンが、はい、イケメン風がいっぱいいますので、お願いします、はい、さあ、そういうわけで、はい、山本さんありがとうございました。ここでよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ここでですね、曲もう曲いきましょうね。4ヶ月前にリクエストいただいた曲、うん、今日かけちゃいます。おはい、Dixie's Midnight Runners Come on Eileen 聴いてください。健三君もいい。はい、じゃあそういうわけでですね、ドライブ・ザ・レディオ・フューチャートーク後半。はい、まあずっとわちゃわちゃ言ってますが、喋ることありすぎて、曲も早く上げちゃう。どうですか、楽しい？めちゃめちゃ楽しい。楽しいね。面白いだろ、意外と。面白い。ずっと喋ってる、ね、ずっとやってます。ライブやったり、写真撮りまくったり、いろんなところで配信してます。3時間スペシャルとかやりたいんです。人の放送は何だと思ってるんだ。どんどんやってくださいみたいな。食べれてありがたいです。ございますが、さあ、ね、はい、さっきの続きからいきましょう。はい、そうだね。はい、小生北村からね。はい、3番目の息子。はい、息子ですね。はい、行きましょうね。3番目の息子。はい、改めてご紹介すると、お父様は俳優の北村和樹さん。はい、すごすぎるよね。だ、何度も言うけど、こことのつながりはもう全然すごくないだろ。マッスルマッスル、結構マッスルすごくない？マッスルって何？マッスルバカ野郎。お父様は北村です。で、小生北村で、もうダンサーとしてということで。そうですよ、ね、はい。プロとしてっていうのを意識し始めたのはダンサーとしてはいつからですか？でも僕多分遅いです。25になる年から。なんか最近じゃない？言うて最近のね。そうです。どんな感じしない？それまで全然フラーなんか踏ん切りつかなくて、ずっと秋葉にいた。秋葉でちょっと踊りながら、たまーにいたな。相手はいたんだね。たまーにいたな。ただなんか一回3ヶ月だけロサンゼルス行ったんですよ。24になる年、そこでもうちょっと帯を締め直して本気でやろうつって言って行った。やったのが25になるとしたので、多分仕事にし始めたのは多分本気でやったのは5年目ぐらいだ。そのロスに行くのもお父ちゃん口説いたの？
空洞留学費あるじゃん、うん、やっぱりね、あの先行投資として貸してくれてるって、そうか、息子にそう言われたら出しちゃうかも、本当、何年か言われても出すからないから行ってみようかな、そうそう、ね、先行投資でぜひ、ね、先行投資でね、一生かけて返すから 今行かせてくれって言って、今行かないとダメな気がするって感覚的に、いいね、でもなんかその熱い感じ、その時は父ちゃん OK？ OK です、よし分かったね、うん、俺だったらダメかもしれないけど、本当の父ちゃんはいいかもしれない、うちのはダメかもしれない何かと北村さんとあのめっちゃあの比較するっていうね、俺だったらダメかも、でも和樹さんならいいかもみたいな、面白いね、父ちゃんとかもね、父ちゃんとかもやっぱ LA に行ったのは大きな、そうですね、うんうん、もうほんとそっからこう、だから最初友達も全然、ダンサーの友達もいなかったんで、もういろんな人紹介、それこそ僕動画でもともと見ていた人、すぐるさんを、そうで、ケンゾー君に関しては僕 1,2 回レッスン受けに行ってる、そう、生徒の面の大学レッスンの師匠だね、師匠です、すごい、だからそれがこう数年経ったら同じチーム、ね、まさかね、一緒に踊ってることになるとね、光栄ですけど、あのそうなんだ、そうだ、未だに携帯に動画残ってますすごい、でもね、見せてもらったもんね、昔の、すごい、これって、いた気がするわじゃあ健三増田のレッスンを2人は受けてる、そうだね、僕受けてない、ナンバーとか出てくれたもん、ね、ナンバーは出たりとか、ね、僕がチームで作る作品とかに出てくれたりしてて、だから受けに行ったのと動画を見て真似をして画面の中の人、画面の中の人画面上、そうなんだ、でもやっぱり絶賛子育て中の皆さんからするとやっぱりこうプロになりたい子供を応援するじゃん、親って、うんうんうん、だからやっぱそこにはさ、先行投資もそうだし、レッスン費もそうだし、やりたいものはぜひや、うん、ね、なんとかやらせたいと思うじゃん、そういう意味は相当金使ったかもしれないね、でしょ、実はそうでしょ、でもそろそろ返してもらうから、2世はそれかん、なんか今ありがたみと感じてる、ね、2世、2世、うんうん、ね、でもそうですね、うん、それがなかったら今こうして一緒にラジオは出てないかもしれないですね、家にお金入れてる、まだそんなにおごったりをちょいちょいしてるんですけど、あ、すごい、最近母ちゃんとかに、もうでもスマホ代とか自分で出してるよ、もう、ね、そうだよね、さすがにそれはね、それはね、親におごる時が来るんだね、俺おごってもらったことない、あれそうだっけ、母ちゃんにばっかおごってる、それ大事だね、さっきドーナツをおごって、あれ俺お金出したんだろう、もうちょママちゃんに、ね、半分出したからでもママ大切にね、ママね、ママ、まあ、飯おごるぐらい、それぞれのこうプロのスタートはまた年齢がそれぞれあって、そうだね、うん、まあけど親の考え方ってやっぱ大きいよね、やっぱ子供だけだとさ、うん、考えられるこうしたらどうみたいな、うん、で、うん、道筋がね、向いてるかもって気がつくママさんとか、うん、そうだ、大きいよね、やっぱね、そうかも、うん、言われなかったら最初ダンスやるって言われなかったらもしかしたらやってなかったかもしれないしね、うんうん、この子はいけるかもって思う、うん、なんかこう先見の目っていうのはやっぱりそこは愛があるかなって、本当一瞬ちょっとレーシングドライバーにしちゃおうかなみたいな、そっちだと思ったの、ね、そんな肩上がりでしちゃおうかな、本当にもうレーシング、ずっと車だからね、でしょ、で、すごいサーキットも連れてってもらってたじゃない、だからなんか本当にしたいんだろうなって思った、うん、私はね、でも好きだったけどな、うん、好きだけどね、どうだったんだろうね、だって北村一輝さんだってきっと俳優の道にとは言わない、全く、あそこは言わない、もうあのやりたければやるがいいけど、うんうん、好きじゃなかったら絶対やるな、あね、好きじゃないとやっぱやってきない、けどそっちの方最近やっぱ興味は向いてるわけ、そういう方も行ってみたいなみたいな、うん、なんか大きくくくったら同じメディアとか表現とか、そう、ね、まあまあエンターテインメントの世界だからな、大きくほんとくればね、僕はもうやれるものやんないと、僕はもうもう余裕がないんで、楽しいことやりたいですね、さあいろいろちょっとまたメッセージ、はい、うん、そうですね、質問も来てるので、ますぜひお願いしたいと思います、いつもメッセージありがとうございます、ニックネーム中道カフェさん、お住まい国立市、夢の親子共演楽しみです、マッスルさんダンス見たいです、俺の親子で、親子で行ってる、ミニ商売の嫁ジャスミンさんも同じように、現地に応援に行ってる友達にもエールをくださいと、はい、やってる、はい、そして隣のミオちゃんも、親子共演ワクワク止まりません、いても立って見られないって書いてあります、ありがとうございます、そして、ね、国こまりさん30代東京の方です、いつも楽しく聞いてます、ありがとうございます、3人にお伺いしたいと思います、いつもキレキレのパフォーマンスをするために気をつけていること、うん、意識していることは何ですか、うん、だね、
もうそんなもうあのこのムキムキに聞いてください、このムキムキに。いや見てないからわからんて。最近すごいんですよ。桜 TikTok とかで本当めちゃくちゃバズらしてるからね。いやいやいや。何こいつってぐらいすごいよ。いや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 。キレキレのパフォーマンスで多分気をつけてること。キレキレ。どう気をつけてんの？キレキレのパフォーマンスですか。はい、まあでもなんだろう、この筋トレはやっぱ裏切らないっていうか。本当にすごい。そうだよな。本当に筋トレして、まあ僕が今所属してる ABEX ロイヤルブラッツっていうチームがあるんですけど、それをまあ2週間に1回試合みたいのをするんですけど、バトルね。バトル。それを曲から作って構成も作って振りを作るっていう2週間があったりとかするんですけど、それをやるにつれてやっぱり僕の周りがやっぱ天才的な子が多すぎるんで、筋トレしないと追いつけないって思ったのがきっかけで、努力しないと、いやもうちゃんとしないといけないなっていう。でも毎日する？毎日もする時もあるし、2日おきにやったりとか、ジム自分で行ったりとか、ね、休むのも大事ですね。そうそう、筋肉休むじゃん、朝トレしてる、朝トレでマッスルも鍛えてるらしいよ。本当かな、本当かな、本当だよ、本当にマッスル、まあ、ケンゾー君よりはちゃんと備わってそうです。備わってる、ケンゾー君の時間がケンゾー君、僕はでもやっぱね、その呼吸とかすごい大事だなって思うんですよ。意外とキレって早く動かすんじゃなくて、ストップがすごい大事だったりするんですよ。ね、ストップをしっかりすることでキレをしっかり見せれるっていうのがあって、そのね、呼吸ってはっへっっていうその感情と伴った呼吸があるとね、同じこと言わない、ごめんな、それがあるとやっぱキレをね出せるんじゃないかなっていう。で、呼吸はレッスンするものですか、鍛えるもの？なんかもうあのねで言ってればね、大丈夫。確かにそうなの、言ってればね、言ってればね、そう、あんまりレッスンしてないかもね、気持ちが大事ですから。口に出すって大事ですよね。スパッて止めるとか、擬音語大事かも、そう、呼吸だって、呼吸、いやもう使います。やってみよう。翔瀬くんは？僕は体の使い方をめっちゃ考えます、理論的にね、不器用なんで、ここをこういう風にここを動かしたら楽に大きく動かせるとか、ちゃんとその自分の体の使い方を一個一個こうちょっとロボットじゃないですけど、やると結構いいかも。まあもちろんそれにはさっき言った、あ、じゃあ秋葉で買った人形で試しながらはいね、そういうことだよね、そういうことね、こうやって動かしたらって、それが繋がってんね、そう何体ぐらい持ってるの？次、いやもう数えきれない、何でも繋がるね、やっぱダンスにはね。ニックネーム三島さん、男性50代の方、ありがとうございます。皆さんはこの暑い異常な暑さの中、ダンスはどのくらい、レッスンとかもどのくらいやりますか、だってダンスの量はどのくらいやりますか、皆さんの日頃のクールダウンの仕方やおすすめのクールダウンの仕方を教えてください。もうそれに関して水風呂です。あ、入っちゃう、サウナ大好きだから。あ、そうなんだ。そう、サウナっ子なんですよ。もう年中サウナ行ってる、やっぱ夏は体ほてるから、本当にでも水風呂っていいらしくて、やっぱこう体のクールダウンもそうだし、疲労とか取れるにもなるから、最初にもう銭湯行ってサウナとかお湯入らず体洗ったら最初水風呂とかもしますね。うそ、私それすごいと思う。でもアスリートやってるんですよ。どこまで入る？首まで？全然、自分は首まで入ります。入れる？僕ここ6、7年ぐらいシャワーや浴びた後に、そうだ、そうだ、冷水を絶対頭から、だからそういうこと、2、3分かぶろうとはしてます。かぶってます。朝とかやってんだよね。だって朝とか朝風呂派だから、基本もう冬でも夏でも瞬間瞬ともう関係ない。もう本当すごい。滝行師入ってたよ。滝行師にしてすごい。現れる。現れたじゃん。現れた。大丈夫、現れた。そうだね。はい、どんどん行きましょう。俺何もやってない。やってるよ、絶対。秋葉でね、こうやってね、こう。ね、こうやってクールダウン。クールダウン。だから秋葉の店内がクールダウンなんで、涼しいからね。お水いいかもよ。あ、でも、水浴びよ。水風呂がいい。冷たいとか言ってさ、避けてるわけだよね。でも、なんとか一緒に行きましたよね。サウナ、銭湯。銭湯行ったりね、サウナよく。入ってました。一緒に入ってました。俺、バシャンって入るけど、やっぱね、慣れないと。なっちゃいそう。さあ、どんどん行きましょう。いい答えだったこれね。はい、そして若宮大志さん、男性30代渋谷区の方です。ありがとうございます。皆さんへ3つ質問があります。3つ。火曜日駅弁記念日でしたが、好きな駅弁はありますか？駅弁、俺駅弁ね、いつもあのね、海鮮系買っちゃうんですよ。海鮮系、なんかちょっと贅沢みたいな感じで、
新幹線の中で食べる。出張も多いでしょ。多いです、うんうんうん、だいたい僕は海鮮のなんかイクラウニ弁当とかなんかちょっと贅沢じゃないの。贅沢。親の顔が見てみたいね。ほんまや見てみたいわ。見てみたいな。そこだけ、ね、そこだけなんかこう特別感あるから、ね、そうちょっとワクワクするようなのを買ってよし頑張ろうみたいな。すごい。そこだけちょっとプチ贅沢する。なるほどね。いいね。いいね、うん、僕必要に量で選んじゃうかな、うん、めっちゃ食べれちゃうんですよ。あ、そうなんだ。俺もどっちかっつうそうなんだね。そうだからもう確かに、確かに移動はもうおにぎりを4つぐらい買って、うんうん、4つ買って甘いの1個買ってみたいな。4つ俺派だね。そうで降りてから美味しいお店を探すとかの方が楽しいかなっていうので、おにぎり4つも食べるんだね。食べちゃう。すぐるくんすごいわ。はい、食べちゃう。それでしょうせいくん。僕も質より量派。僕はだから1個弁当を買って、うん、駅弁で肉巻きおにぎりってのがあれと、うんね、あとデザート。いいね、デザートデザートだよね。甘いのに締めない。お弁当買ってカツサンドも買って、うん、甘いものも買って、うん、質と量どっちも取ってるよ。そう、すごい食べたい。すごいね。でもね、食べることめっちゃ好きだから。いいね、デザートは絶対必須ですね。大事という駅弁でございます。そして夏休みの予定はありますか、はい、夏休みっていうのはあるの。ない。むしろ夏の方が忙しいんじゃないですか。イベントあったりライブあったり、イベントが ね、ライブもね。夏休みなんだ。そうね、夏以降からむしろいろいろ年末にかけて、うん、ね、すごいもう、うん、今年もう終わるみたいな感じするもん、ね、うん、なるほど。七夕の日ですが、七夕の願い事ありますかって来てるからもう過ぎちゃったんで、うん、なんかね、まあいいですね、うん、ありがとうございます。さあ次行きましょう、はい、もう時間あんまなくなってきたし、はい、ね、あと9分しかない。忙しいんだよ。メグさん、女性30代国立市の方ありがとうございます。ありがとうございます。マッスルさんに会いたくて来ました。え、国立、ああマッスルです。マッスルさんに会いたくて。近藤春菜じゃん、あれ。誰が目の前で見えるなんてドキドキだってドキドキしてくださってる。ありがとう。ほらハートしてくれてる。ほらまた汗かいちゃうじゃねえかよ。めっちゃ喜んでる。ありがとうございます。そしてもう一方最後です。慢性頭痛の原因は二日酔いっていう日常さん。誰だ誰だ、いい先生。誰の誰だ、夏の体調管理の秘訣。ラジオネーム、夏の体調管理の秘訣。いっぱい食べる。あ、贅沢なのね。いっぱい寝る。筋トレして水浴びる。お、水浴びる。水分補給。そう、大事。この3つが重なると最高。まあ、そういうわけでですね、もうこれもうほとんどもエンディングなんですよ。はい。確かに。はい、ありがとうございます。そう、さっきパリオリンピックの話もしたんですけど、うん、まあ、やっぱ、あの、ほら、ブレイキングなんかさ、やっぱ、ね、うん、新しくなんで、ね、どういう風に考えてるか聞きたいなと思ったんですけど、ね、その前にちょっともう最高じゃんって曲行きながらもう行っちゃいますかね。ね、これ84年にね、うん、ブレイクダンスっていう映画があったんだけど、懐かしい、今から見るとって思うんだけど、やっぱこの曲俺なんかすごく印象深くて、はい、この曲聴きながらですね、うん、オーリアンド・ジェリーにブレイクダンス。うわ、かっこいい。かっこいいな。この曲意外とかっこいいでしょ。かっこいい。かっこいいね。英語の発音もね。英語の発音も。まあもうこれを聞きながらエンディングですもん。はい。なんやかんや。はい。見てる。いかがだったか。あと少し時間ですけどね。足りなかった。初の親子共演。いかがでしたか。まあいつもとなんか変わんないな、話してる内容って感じかな。いや、なんか私は見てて健三くんが大人だなと思いました。本当ですよね。なんか父ちゃんをあのちゃんとこう。やりながら回してますよ。そうそう、恥ずかしい。回されてるみたいな。恥ずかしい。空気に言われて恥ずかしいな。はい、そしてそこにすぐるくんがいて、小生くんがいる。ねえ、いや、でもね、友達だからすごい喋りやすかったです。まあそうだね、やっぱね、楽しかったし。PR いけるんですか、3人。ああ、そうそうそう、うん、あ、その前にさ、けど、うん、せっかくだからプロのダンサーにさ、うん、そのダンス好きな人とかなんかいろいろちょっと聞きたいなと思ってさ、うん、さ、うん、例えばだからどういうとこで習ったらいいかとかさ、うん、どういうジャンル入ってったらいいとかいろいろあるじゃないですか。それはもうね、うん、世のダンサーはもう、うん、もう完全にもう小生北村から教わったって言っても過言ではないから、う、もうとにかく小生北村に教わってぜひ。そっか。でもね、うちの、あのタレントの子役なんですけど、はい、いろんな子がいて、うんうんうん、なんかやっぱ学校でいじめにあってる子が小生くんのレッスン受けて、うん、みるみる変わったりとか、そうなんだ。だって反抗期の中学生の男の子なんて、
もうどんぐらい顔してくるんですけど、翔星くんの前だと明るくなって、反抗期がなくなったりとか。神様すごいじゃん。それは何ボンボンダンスアカデミー。そうなんです、あの、ね、自由に踊らせてくれるの、それはいつ行ける、行けるこちなみに。毎週日曜日の朝10時なんですけど、10時20分に翔星くんに会えるんだ。20分遅れてくるから。俺も行ってちょっと一人代わりに育てたの、あの中学生を柔軟とか全部やってくれる中学生、反抗期だった子なんだよ、その子も中1から親御さんがどうにもならないって言ってた子なんだけど、ずっと翔星くん通って、そういう才能があるのね、やってくれて。すごいね。じゃあ翔星の弟子ってことで、だから上手いとか下手とかいうよりも、やっぱ音楽を楽しんで踊ろうっていう、ですね。なるほどね。へえ、すげえ。ダンスの一番素敵なところかもね。で、一番大事だと思います。ダンスの上手い下手じゃなくて、心から楽しむ、心が踊るっていうのでダンス。形はないから。ぜひスグルくんもケンゾーくんも来てください。いつでもね、いつでもね、神だよ神。神ね、二人が来たらね、一緒にもね、習おうよ。俺普通に受けたい。うん、私も来ます、来ます、行く。年齢制限ないので。父親受けてんのちょっと恥ずかしい。どうやってやったらいい。行かねえよ。行かねえよ。そして今後の告知を行きましょう。それぞれいろいろね、あるでしょうか。翔星来たから、そうですね、そしたら10月の19、22、アニメコレオグラフィーレジェンドっていうコンテストがあって、それの本戦が、あの決勝っていう言い方、まあ本戦かがあるので、それに作品出すので、ぜひ皆さん来ていただけたら。10月です。10月、うん、そこで秋葉の力が発揮されるわけだ。そういうことだよ。なるほどね、繋がるわけだ。すごいね、抽選を張ってたんだね。ちなみに題材はもう出てるんですけど、アニメの題材決まってますから、クレヨンしんちゃんでやるので、うん、面白いね。好きそう、好きそう。詳しくはじゃあインスタとか、はい、はい、全部載ってます。詳細お願いしたいと思います。そしてすぐるくん、はい、僕は8月28、30、31、3日間で東京、名古屋、大阪の順番で、僕の所属してるエイベックスロイヤルブラッツのワンマンライブを開催いたします。はい、見応えありそうだね。もう結構やっぱりエンタメっていう集大成でもあるんで、結構なんだろう、面白かったり感動したり、面白い、ほんまに面白い、あのなんだろう、舞台にもなったりするんで、で昼夜公演なんですけど、あの昼夜違う感じにもなってるし、はい、1日2公演です。わあ、すごいね。いや、すごい面白かったです、ね、昔やった、1年前かな、やったやつとか見に行ったんですけど、本当にもうダンスでできる全てのことをやるみたいな、もう最高でした。ほんまに楽しんで、楽しみ、それも楽しみだ。インスタアカウントにあるんで、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、ぜひチェックしてください。はい、そして健三君、先ほども僕はXrated クレっていうチームをやってるんですけど、はい、それであの今度ワークショップを久しぶりにね、もう6年ぶりぐらいに3人でちゃんと踊るのかなみたいな、ワークショップとかその6年ぶりかなみたいな、久しぶりに集まる3人なんで、よかったら、僕のインスタのストーリーのハイライトに載ってるんで、詳細はよかったら。ワークショップは誰でも行けるの？もう誰でも誰でも来れますんで、もう。じゃあもう、出てきてもらってね。ああ、ね、それはちょっと、どうかわかんない。もう店員になっちゃうかもしれないけど。はい。俺は大丈夫なのか？ 2 人分ぐらい取るかもしれないから、場所をちょっと。というわけです。よろしくお願いします。いやー、この夏は忙しくなるね、またね。ね。体に気をつけてとか言ってる、ね、3人では一緒になんかやる機会は今後あるの？そうね、アウンっていうのを僕らね、工藤やっているんですよ、このスグル筆頭に、へえ。ちょっとね、忙しかったんであれですけど、将来のダンサーがいるよ。お、いるじゃん、いるじゃん、ダンサーちょっとまたダンサーなろう、この3人で一緒にね、これから夏あたりからね、そう、 YouTube とかね、踊り始めるし、楽しみじゃないですか。ちょっと楽しみにしててください。なんかタイプがそれぞれ個性がめっちゃあるから、ね、そんなね、もう他にも個性しかない11人が集ってるから、調理してやりますわ。調理されちゃいますって。されますね。あと1分です。はい、早い。ありがとうございます。さあ、そのわけですね、まあ来週じゃない、来月だ。はい、来月8月15日のゲスト、ご紹介しましょう。なんとですね、元全日本女子プロレスリングでご活躍。現在はコンボというですね、プロレス団体でもね、顔としても活躍している、元極悪同盟の、極悪ダウ名じゃない、極悪同盟で、ダンプ松本さんと組んでた、クレイユーさんが来てくれます。そしてですね、あとは、一緒にやってるそのコンボの国立、あと国立プロレスの主催でもやってるセダー拓也っていうのが来ます、
はい、というわけで、また次も豪華、まあよく知ってるしね、この辺も。はい、ケイトさんとスグルクはね、知ってるしね。そうね。まあ、大御所の人たちが来てくれるんで、うん、またすごい展開になるかなと思っておりますが、はい、さあ、そういうわけでも、あっという間に時間過ぎてしまいました。残りあと5秒でございます。本当、サニーありがとうね。ありがとうございます。頑張ってきた村君、ありがとう。